バンコク電信連合のモニュメント、バンコク電信連合は、1865年5月17日に、フランスのパリで設立された、電信に関する国際的な連合体。本部は、スイスのベルンに置かれた。しばしば世界最古の国際機関とみなされる。現在の国際連合の専門機関の一つ、国際電気通信連合の前身とされる。1834年に、 アメリカ人、サミュエル・モールスによって電信機が発明された後、イギリスでは1837年に鉄道沿線で有線電信が実用化され、アメリカ合衆国でも1845年にワシントン DC とボルティモアの間で電信線路が建設されたが、最初の国際電信は1849年にプロイセン王国とオーストリア帝国との間で結ばれた。 電信条約に基づいて始められた。バンコク電信連合の前身は、1850年7月25日に、オーストリアプロイセンバイエルン作戦の4カ国が、ドレスデンで発足させた、ドイツ・オーストリア電信連合と、1855年6月に、フランス・ベルギー・サルデーニャ王国、スペイン・スイスが、パリで発足させた西部欧州電信連合の2つの組織体である。前者は、 ゾーン製の料金体系を採用する一方、国際電信は距離と個数による重量性を取った。収入は電送距離により配分された。後にドイツのほとんどの各方とオランダがこれに参加した。後者は1851年のフランスとベルギーの間に結ばれた相互接続条約をもとにしている。1855年の原価名5カ国に加え、 1857年にはポルトガルとオランダが、1860年にはバチカン四国とシチリア王国が加盟した。西部欧州電信連合は、1858年9月のベルン会議にドイツ・オーストリア電信連合を招いたが、独王連合側は参加を辞退している。しかしながら、一方では2つの連合間では、国際電信のルールを整備しようとする努力が、 続けられており、1858年6月に、ベルギー・フランス・プロイセンが、ブリュッセルで条約を締結している。これには、オーストリア、ビュルテンベルク王国、バーデン大公国などを含む11カ国が後に、参加している。2つの組織体は1865年3月1日に、パリで正式に発足が決定し、バンコク電信連合として5月7日に設立された。 これに伴い、ドイツ・オーストリア電信連合は1871年に活動を停止した。バレンティア島とニューファンドランド島を結ぶ海底ケーブル、なお、国際海底電信は1850年にドーバー海峡にイギリス・フランス間の海底ケーブルを付設したのが始まりとされており、欧米大陸間も1858年に最初の大西洋横断電信ケーブルが敷設され、 実用可能なものとしては1866年に、付設された。バンコク電信連合には20カ国が参加した。オーストリア・バーデン・バイエルン王国、ベルギー・デンマーク・フランス・ギリシャ王国、自由ハンザ都市・ハンブルク・ハノーファー王国、イタリア王国、オランダ・ポルトガル・プロイセン・ロシア帝国、ザクセン王国、スペイン・スウェーデン・ノルウェー・連合王国、スイストル・コビュルテンベルクである。 イギリスは電信事業が民営であるという理由で招かれなかった。バンコク電信連合はゾーン制ではなくて西部欧州電信連合から引き継いだ均一料金が採用された。フランスが名実ともに連合を統括したので決済もフランスプランで行われた。1868年にウィーンで開かれた会議ではペルシアとイギリス領インド帝国が参加した。 スイスのベルンに事務局が設置されることとなり、ここでは国際電信に関わる情報の収集、通知をフランス語で行うこととした。予算は加盟国の拠出で賄われた。株式のような単位を設け、25単位の保有国を第一クラスとし、保有単位が5単位減るごとに、下位のクラスとなるシステムを作り、それに基づいて参加国の負担額が決定された。このシステムは、 現在の国際電気通信連合でも用いられている。1871年のローマ会議から日本がオブザーバーとして参加した。この会議では国家ではない企業体の参加が広く認められた。これは電信ケーブルの大部分が渡し企業に保有されている実態を踏まえての措置であった。イラン2カ国は企業の無制限参加を主張したがロシアとフランスは 全県会議への参加を制限する考えであった。結局、8対9の僅差多数決で企業の無制限参加が認められた。1875年のサンクトペテルブルク会議における国際協定では、第2条で通信の秘密を保障しながら、第7条では広範な例外規定が設けられた。すなわち、電信が国家の安全保障や公場領属に対して、 脅威とととなさされれたた参加国は電信を差し止めることが可能とされたアメリカ合衆国は参加を辞退したが、ウエスタン・ユニオンとアメリカ郵便電信会社は協定を指摘に遵守した。1894年、イタリアのグリエルモ・マルコーニが自宅で電波による無線通信実験に成功。1897年には、 マルコーニ無線電信会社が創立されて、無線の時代が訪れた。20世紀に入ると、イギリスは大英帝国内の植民地と本国を直接結び、第三国への情報漏洩を回避するため、無線は船舶間通信手段として徴用されるようになった。イギリスとイタリアの海軍はマルコーニの使用のみを利用した。これに対し、 ドイツでは1903年にシーメンスとアイグが合弁し、無線技術を開発するためベルリンでテレフンケンが設立された。アメリカの発明家、電子工学者のリード・フォレストもまた無線技術の発展に尽力した。イギリス・イタリア以外の列強は、マルコーニの市場独占を打破したい思惑があり、後にテレフンケンとフォレストは提携した。その一方、渾身の問題が生じて、 その解決が必要とされたので、1903年に9カ国がベルリンで会議を行っている。3カ国はドイツ、オーストリア、スペイン、アメリカ、フランス、イギリス、ハンガリー、イタリア、ロシアであった。1906年にはベルリンで万国無線電信会議が開かれ、その時 SOS が遭難信号に採用された。年、日本を含むカ国が参加して、 国際無線電信連合が発足した。第二次世界大戦後の1947年、万国電信連合と国際無線電信連合が統合して、国際電気通信連合が発足している。ありがとうございます。